どうも高井です。なぜ口下手な人が営業で好成績を残すのか、この本に触れて話をします。一般に営業やセールスで成績を上げる人は陽気で外交型のおしゃべり上手という人物のイメージがありますが、実際は逆のケースが多いものです。マニュアル通りに喋れないどころか口下手で無口で内向型の人の方が営業で成果を上げているケースが多いからです。それは観察力が鋭いからなのです。内向型と人と外向型の人の違いは脳の遺伝的質です。大脳皮質という本能を司る部分にある横頂体という感情脳の反応に着目し、生後4ヶ月の時点で外部からの刺激、音や振動、光などに敏感に反応した赤ん坊は成長して内向型になり、鈍感な赤ん坊は外向型になるということを突き止めます。つまりリスク回避思考で繊細で観察力のある人は内向型なのです。口が達者で外向型の人は外部からのエネルギー補充が必要な人で、他人との接触による刺激がエネルギー源となり、口下手で内向型の人は自分の心に静かに向き合っている時が何よりのエネルギー源になるのです。またモチベーションにおいても外向型の人は外部報酬、名誉、金銭、地位、肩書き、賞賛などに付け合わされやすいですが、内向型の人は内部報酬、興味、好奇心、研究、楽しい、愉快により魅力を感じていることが大きいです。私もちなみに内向型です。一見外向型の人こそ社会的なのでいかにも営業やセールスに向いてそうですが、外向型の人の方が営業やセールスの現場に出てくると最初は非常に失敗しやすいです。それは営業やセールスと社交との違いにあります。社交は会話のうまさがものを言いますが、営業やセールスは隠れたニーズを掘り起こすのが目的だからです。むしろ内向型の人の方がこうした観察力や探求心に優れているためいい成績を残しやすい。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。